立命館アジア代表大学の中田由紀子です。私は日本のものづくりについて研究しています。日本のものづくりはジャパンアズナンバーワン、世界でトップでした。しかし現在は日本製品の世界シェアは半導体、液晶、太陽電池とも急落をしています。日本のものづくりはなぜ世界で勝てなくなったのか、その答えがこの本にあります。シャープ液晶配線の教訓、この本の特徴なんですが、まず一つは私がシャープで10年間液晶の研究開発した当事者です。現在大学で液晶産業の研究をしている分析者です。また私のネットワークを使ってキーパーソンへインタビューしました。この3つをカバーしている本は私は見たことがありません。これはシャープのは神山工場というのを作って売ってます。神山工場のテレビくださいというお客さんが来るような状況でした。まさにシャープは液晶のシャープということで勝ち組の代表格でありました。その根源というのは、シャープは材料メーカーとか装置メーカーと緊密な関係を持っていたからです。なぜなら標準装置はありません。そのためにこのような材料メーカーとか装置メーカーと長い間調整をしながら開発をしていく、こういう微調整をすり合わせといいます。長い間のすり合わせ、これが亀山工場の強さの根源であります。しかしながらシャープは世界最大の10世代の堺工場というのを建設をいたしました。これによってシャープ危機に陥ったという人もおられます。なぜ急速に凋落したのか、これが問題点であります。一つの点はこの堺工場はシャープだけじゃなくてガラス工場、カラーフィルター工場を含めた非常に大きなたくさんの工場が一つの場所に入っています。そういう壮大な構想のために非常にお金がかかるという点があります。で、時期の問題ですが、これは液晶生産ラインの稼働時期です。こちらにガラス基板の面積です。でだんだんこのガラス基板の面積が大きくなってくるわけですが、この亀山の次にこの時期に堺工場の10世代、この10世代という稼働時期も間違いではないというふうに私は思っています。そうしますとこの稼働時期に対してガラス基板面積に対する投資額です。装置が大きくなりますとこの面積あたりの投資額が減ってくるわけです。このようにずっと減ってきてます。しかしながらこの亀山工場に対して堺は4倍の投資額をかかっています。その詳しいのは本書にその他に世界の動きがあります。先ほど述べましたが日本はすり合わせを得意としているということですが、その対抗として標準品を組み立てるモジュールというのがあります。日本はローカルなすり合わせによって液晶のパネルからテレビまでを作る、そして国内市場に売る、まさに日本に特化したガラパゴス化をするという構図になっています。これに対しまして世界では汎用部品のモジュールというものを使って世界で分業して組み立てる、その結果5万円のテレビができる。この日本で作ったものは12万円です。12万円に対して5万円でできる。これに対して日本のものづくりの復活の道は何なのかということであります。このシャープ液晶配線の教訓にはこの答えを書いております。その他にソニーさんの問題、パナソニックさんの問題も書いております。こういうような全体の日本のものづくりについて書いております。ぜひ読んでみてください。世界シェアは半導体、液晶、太陽